レコチョク、シングルランキング、週刊、ラウドオフィシャルミュージックビデオ、YouTube、急上昇チャート、ウォーキートーキー、アワー、リアルタイム急上昇楽曲トップ100、高記録を更新し続ける最新作、ザフレーム、とは、6月26日にリリースされた IN、INI6 枚目のシングル、リード曲、ラウドのほか、ウォーキートーキー、ではメンバーの西広と、西広と、 が作詞作曲を手掛け、アイバックスラッシュ・エム・ア・ドリーマーでは巨トヨ・ボン、シューフェン・ファンが作詞に初参加。そのほか、池崎理人、池崎理人、先は立つ先が正式が、ラウドミュージックビデオ衣装のプレビューを巧みなイラストで表現したり、元はウォーキートーキー、大きい陶器パフォーマンスビデオのティザーイメージの写真とデザインを手掛けるなど、 メンバー自身も多方面で新たな挑戦を見せた作品となっている、結成3周年。演技にフェス、多方面で活躍する INI6 月13日に結成から3周年を迎えた INI は、多方面で大きな躍進を見せている。6月には YouTube チャンネル、ザ・ファーストタケ、2発登場。尾崎匠、木村正也、京都予言、高塚弘文、藤巻京介の5人が出演し、 ハードロックテイストのナンバーファンファーレと、暖かい歌声を響かせる、アイバックスラッシュバックスラッシュバックスラッシュエムアドリーマーの2曲を披露して歌唱力の高さを発揮した。俳優として活躍を見せるメンバーも、尾崎は4月クールに話題を集めたテレビドラマ、アンメットある農下界の日記、フジテレビ系にて、研修医の風間通りを講演して話題に。 また木村は11月8日公開の映画、あたしの。にて、映画初出演にして渡辺美穂とダブル主演を務める。さらに、今年の INI は大型音楽フェスへも積極的に進出。4月にジャパンジャム2024、5月に東京メトロポリタンロックフェスティバル2024に出演し、8月にはロックインジャパンフェスティバル2024、サマーソニック2024、 への参加を控えているまた7月にはアメリカ・ロサンゼルスで行われる「KCONLA」サ3度目の出演多様なフィールドで存在をアピールする一方9月から11月にかけては11都市を回るファンコンサートツアー 2024INI ファンコンツアーフリップ・ザ・サークルを開催数多くの舞台に立ちパフォーマンススキルを磨き続ける INI は今後も躍進を見せてくれそうだ